腰をへし折ってやれ。貫く心の像がもう一つあったか。お前はここでしまいじゃ、キャス。貫く心の像がもう一つあったか。気を抜くでない、気を抜くでない、頭をかち割ってやる。アタック、切り裂け。諦めねえ。今だ。この犬がそこまでだ。命乞い。さあ。ここまでだ。
連中を切った。殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく知ってるだろ。いや、それだけじゃねえ。みんな殺しちまわねえんだ。さだためボロ切れが今のうちじゃ。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども、
皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。黄泉で皆と会うのだな。おめえ、息をつけ。お前はわざわざこの光景見てこいつを追いすにならねえ。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。我らは受け継ぎの命をここに負ったので挑んだ。挑んだが、数はいかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は手遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。
許しを。愛子、愛子殿を見た者はおらぬか。もうやめとくれ。そう遠くまではいけない。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。の殻だ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの墓来た通り、奴らが戻ったならば帰りしちには無しかないの。静かに動きなされ。奴らは承知いたした。そなたは誠に無事か。わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。畜生戻ってきやがれ。
百軒先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。殺きるか。足が誰か助けてくれ。わっぱみたいにわめくんじゃねえ。今どけてやるから落ち着け。おい助けてくれ。おめえは仲間じゃ。助けてくれ頼む。縮小戻ってきやがれ。仕留めろ。足が誰か助けて。おい助けてくれ。お前は仲間じゃねえ。みんな助けてくれ頼む。縮小戻って。血を兵士よ。諦めない。馬毛ですかい。犬猫でも生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。であろうと。
先へ行かねばならない。そんなことはやれ、撃たれてしまう。恐れなどに屈せぬ。違いない、止めろ。目を狙え。手を。たとえ死と隣り合わせであろうと。僕の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ。拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。ずっと帰っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。うちの子がいなくなっちまった。
にも出くわさずやすやすいよ命だけは見ろ刻んでな足を越えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。臆病者が。
けんなら今のうちヒロキ殿、お戻りか。斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさめ。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。ほっ。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。百姓は何も持ってねえ。刀も持つねえ。やつよ、小銭を集めればずっと量になるけど。遅すぎだ。わかれ、腹をかかれ、さばいてやれ。あれを狙え。
び正しい死じゃ。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。Oh!
ヒロキ殿、生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと、拙者を止めることはできぬ。ことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。